後まで目線して君にも俺を舐めるやつらに思い知らす失敗ならそのためにある20年前27歳のリアル日本人がいて回ってみる各地の名物をいただきます実際は開き駅前の回転寿司がついたくた生活思い出すあるから売れる売れないで一旦の売れた47都道府県も三振です出たかったフェンスにも全部出たここら辺で満足して勝ち逃げすれば余計な苦労なんてしなくて済む自分は何だか勝手にツイートする昔取ったキネスがリサイクルプレジット先ならいつものスペシャルセックスやり方だったらいくらでもあるよベテランラッパーのお決まりの末の新曲はサクッと出すのがマスト興味アルバム作り時代錯誤今じゃ言葉の力よりもキャラ関心は乗って稼がなきゃ政治的発言とかしちゃったらパーティー気分全部チャラなっちゃうだろよどみ漂っているそんな気分誰一人森を見ず目先の火を見る音楽は死ねって簡単に言うお客さんやりやりアウテイキチュまるで古代ローマの殺し屋この試合を見るのはドキドキしますガチでやってる分歌謡曲とは違うまあそれもリアルじゃリアルでもな言っとくけどなここじゃそんなものはエトセトラまだいろんなこと知らねえのさ全ては過程だどうってことない怒りをコントロールするのは難しいパンチラインの源は己の振る舞い争いを広げるためにあるんじゃねえ争いを食い止めるためにあるんじゃねえ恐れられるくらい避けられるものならばやりたくない死ねって言葉普段は使わない現実まだそんな奴らじゃ使うとすれば分かり合えない中で悪い気の気にギア分かち合わないかといって一切はポーズじゃねこれはスポーツじゃねごめんじゃすまないひたすら曲だけその後ライブだけ